この動画は健康とおきなの提供でお送りします全面協力いただきました質問いただきました写真撮影でフィルターって使いますかもちろん使ってますよ 白飛びするのを防いだりとかね水面のギラギラした反射を防いだりとかねいろんなフィルターを使ってます今回はフィルターのお話さて今日のお品書きですけどもフィルターホルダーというものについてそれからハーフ ND フィルターの効果そして高濃度 ND フィルターの効果それから CPL フィルターの効果最後に進化したフィルターホルダーについて盛りだくさんでお届けします。ははいどうもこんにちは インスタグラマーのジェット大輔ですまあインスタグラムといえばねやっぱりいろんな写真を投稿してて思うのは夕焼けとか朝焼けとかそういった写真がね感動的で皆さんね大好物ですよね僕もね美和子の朝焼けっていうのが好きでねよく投稿してますけどもね美和子の朝焼けアップするとねいいねつく速度が違うんですよすごいね食いつきがいいんですよねさて今回レビューするのはそういった 夕焼け朝焼けなんかのね写真撮影の時にねすごくお役立ちのフィルターだったりします丸型のフィルター使ってらっしゃる方も多いかもしれませんけどもやっぱりこれですよね角型のフィルター今日はねこの角型フィルターのお話を中心にしていきたいなと思いますそしてやっぱり角型フィルターといえばねフィルターホルダーこれ必要ですよねここにこうやってフィルターを挿してこれね新しい製品コッキンのエボという製品なんですけどもエボ エボリューションをね想像してしまいましたけどもねその五感的にねその名称に見合うだけの進化を感じたので今回はそのあたりもみっちりねお伝えしたいなと思います角型フィルターというのは初めて見る使い方知らんわという方のためにねちょっと説明したいと思いますけどもまあ、レンズの前に装着するのはそれはね丸型のフィルターと同じですエボの場合はこういった骨金フィルターの場合はねアダプタリング これをねフーっとレンズのフィルターネジのところにねピュッピュッピューっとくるくるくるーっとつけていきますまあそれは丸型フィルターと同じですよねでこっからが違うはいフィルターホルダーエボこのエ、e、ボをニュシャンとはい装着いたしましたでここにね装着できるわけですね角型フィルターをねピューっと抜き差しができる <laughs> 抜きき差しができるじゃあまずはねさっきからお見せしておりますこの代表的なフィルターの効果からハーフ ND フィルター濃い色からだん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 薄いグラデーションになって最後透明になると朝日が昇ってくる夕日が沈むそういった時の地上と空の明暗さが激しいななんかにね効果的なフィルターです今回はね「ニュアンス GND」シリーズの中から「GND42 絞り分原稿」。 そして GND8 3絞り分原稿それから GND16 4絞り分原稿というね3種類を使用してみました。まあ使い方としてはね空の雲に露出を合わせたら地面が暗くなってしまった時反対にね地面の方に露出を合わせたら空が白く飛んで雲がね見えなくなってしまった。そういうい場合にねこの ハーフ ND フィルターを装着することで空が白飛びするのを防ぐことができますハーフ ND フィルターがない時ハーフ ND フィルターがある時ない時ある時これだけ差が出ますカメラの露出設定自体は同じにしてますがハーフ ND フィルターある時とない時で全然違いますよね S S S とね。 数字が大きくなるにつれて濃くなりますなのでいろんな状況に対応できるようにね、何枚か持っておくといいんじゃないかなと僕は思いますこのフィルターホルダー自体はね、簡単に回転します斜めにすることができるわけですね地形だとかね、被写体の状況に合わせて何もまっすぐな水平線とか地平線だけじゃなくてね、斜めでもね対応できます えそれから風景写真だけじゃなくてねセルフポートレート撮ってみましたけどもねハーフ ND フィルターを装着して斜めに傾けて撮影するとなんかね漫画のののコマねねねスクリーントーンントを貼っったみたみいいいなな感じの効果になりますよねかっこいいですよよかこでどうしてもねハーフ ND フィルターっていうとねちょっとご存知の方だとねやっぱり夕焼けみたいな明暗さの激しい時に使用するっていうイメージをお持ちかもしれませんけどもね。 これね製品名がニュアンスっていうシリーズですその製品名がね表してる通りねどん底の真っ白な空の中にね雲の濃淡がやっぱり存在してたりとか微妙な濃淡階調を出していくためにもね積極的に利用できるなとそういうフィルターですさてこんな製品もあります。ニュアンス ND1024 というね高濃度 ND フィルターです。ほぼ真っ 黒じゃないかと若干光は通してるんですよここまで現行できるフィルターだと昼間日中の明るい時間帯に長時間露光ができます例えばね湖の水面が波立ってるのをなだらかに鳴らしたりできます まあそれ以外にもね、川の流れとか滝の流れをね、長時間露光で表現するっていうのはね、皆さんご存知の通りかなと思いますけどもね。まあそれ以外にもね、昼間の長時間露光、N.D. フィルター使うとね、面白いことが起きますよね。歩いてる人が消えてしまうっていうね、そういう写真が撮れることがありますよね。ちょうどね、たまったもね、この桜例を撮影してた時もね、長時間露光し始めた時にそこにいた釣り人がね、歩き始めちゃった。 動いいいてる間は映映らない映りにくいわけでですね消えちゃったできたき写真からは釣り人の姿はなかったですフィルターはね何枚も複数枚重ねて使う方がいらっしゃると思いますけども角型フィルターの場合はねこうやってスーッと差し込めば使えますからねこれじゃないな別のやつにしようかなっていう時のね交換がね しやすすいですこのニュアンスシリーズのフィルターに関しては重ねねてもね色被りしにくい設計だそうです長時間録音する時の気をつけるべき点としてはねやっぱり光の漏れに気をつけないといけないんでフィルター取り付ける位置もですね一番レンズ側に近い溝にフィルターを取り付けるとそしてこれカメラの反対側今度はファインダーですねここからも光が入ってきて写真に影響することってねありえるんですよ。 えー、アイピースシャッターを閉じるもしくは、えー、アイピースキャップがあればそれをつけてちゃんと遮光しておくとさてこの EVO フィルターホルダー L サイズにはね角型のフィルターホルダーですよ。なのに丸型のネジが切ってある1 0 5ミリの CPL フィルターなんかをね ここに装着することができるわけですね。これ従来品僕ね使ってたんですけども、こっちはねそんなネジがないからね、CPL フィルター前面に取り付けることはできない。いやだからこれ便利になったな <laughs> と思いましたね。CPL フィルターご存知ない方のために説明しておきますと、これねくるくる回るようになっていて、回すことで早い話がね、釣り人が偏光サングラスとかしてるでしょ。あれですよ。水の反射を抑えて。 えー、中の魚とかを、ね、見つけやすくするみたいなね、えー、そういう偏光サングラスがありますけどもねその効果と似ています反射を抑える椿の葉っぱなんかテカテカしててね初夏の日差しでピカッと反射するんですけどもねそういったものもねこれくるくる回すことでね抑えることができる。 ちょっとねここにスマホをね立ててみましょうこれねぐるぐる回していきます CPL フィルターね色が変わったでしょでまた回していくと真っ白になったくるくるはい濃くなった条件さえ本当にバシッと合えば光の反射を抑えるだけじゃなくてなんと水の中を見通すこともできます まあ、とにかくね水面の反射がね写真の中に入ってくる時はね持ってた方がいいと思うよあとねガラスの反射とかでもね消せることがあるよねまあとにかくテカテカしたものはねちょっと抑え気味にするには CPL フィルター必須ですさて最後にこの EVO フィルターホルダー自体の説明をしたいと思いますけどもねこちらに 僕が使用していた従来品がありますけどもね、まあ、基本機能は同じです角型フィルターを挿入して使うエボの進化した点まず1つ目はねさっきも言いましたけどもこの丸型フィルターの、ね、ためのネジが。 あるということとででですね cpl フィルターを最前面で使うここができるこれはねやっぱり便利ですよ。エボの方じゃなくてねこの従来品の方だと角型フィルターを一旦抜かないとね CPL フィルターね操作できなかったそして僕が一番気に入ってる進化した点はですねこのアダプターリングに装着する時にカポンと板バネの効果でパチッと。従来品の方ははですねねこれはね 突起が出ておりましててこの突起を使って固定する形な,んだな、まあだから着脱する時のねスムーズさっていうのはねもうエボが格段によくなってる、まあ、今回の作例なんかもねフィルターありフィルターなしでね両方取らなきゃいけないからねそういう時ねサクッと外すことができてね <laughs> これは便利だなと本当に思いましたね。ささらに、ね、さっきもも言いましたけども 回転させることが容易になってますんでね、えー、縦横斜めとね位置合わせもねハーフ ND フィルターなんかの時はねすごく役立ちますねこれねそしてこの絵もね遮光マスクが貼ってありますフィルター装着時にねフィルターホルダーとの間に隙間が生じないように遮光マスクがね貼ってあるんですねこのひときわ黒くなっている部分ですね植毛布状の素材でね 遮光マスクは貼ってありますけどもねこれによって隙間が生じにくい光が漏れにくいようになってるということでね長時間すする時なんかも、ね、安心して使えますそういった、ね、細かい改善の数々でねまあ使用しててね僕はねあのこれまで使ってきた従来品にはね戻れないなと思った。 あとはねこれ従来品もそうなんですけども工具なしでドライバーネジ回しがなしで指でねネジを回して簡単に分解とか組み替えができるようになってますね。工具がいらないってことはねやっぱり撮影現場で急な必要に迫られて組み替えるっていうことがねできるわけですね。それははすごくね助かるちなみに今回使用したものの大きい方の 100mm のサイズとなっております、まあ、やっぱりね風景撮影なんかはね大口径レンズを使うことが多いんでねこういった大きいサイズのフィルターホルダーいいですよね。最後にちょっと豆知識 今回使用した製製品はすすべてガラス製のフィルターです、まあ、たまにね安いプラスチック製のやつとか見つけてねこれは買いなのかな出物かなと思ってよく表面見てみたりするとねまあ皆さんもやってみてくださいよく表面見てみたりするとねそういうのはやっぱりね写真の画質に影響しちゃうんでねまあプラスチックでもいいんですけど高精度に作られたフィルターを使うことをねおすすめしたいなと思います。 それからこのニュアンスシリーズのフィルターっていうのはね反射が極めて少なく抑えられてるということでフレアとかゴーストとかね発生しにくい仕様だということなんですがまあそれでもねレンズセンサーとかに由来するねそういったフレアやゴーストまでは抑えることはできません。太陽にに向かっててて逆光を撮影すするるるるとは微妙に動いてみるそうすることでゴーストが出てるんだけど 微妙に動いてみれば、ちょっと見えにくいところに隠れたりすることってある。だから。まあ、そうだね。微妙に動いてよ。<laughs> ということで、今回はね。黒金の新しい進化したフィルターホルダーエボと、そして同じく黒金のフィルターを使用しての風景撮影の話をしました。お役に立てば幸いです。 過去の動画でもね CPL フィルターとか ND フィルターなんかのね健康フィルターについてのレビュー動画いくつかありますんで合わせてみるとより一層理解が深まるかもしれません、えー、パソコンのウェブブラウザーとスマホの YouTube アプリでご覧の方は画面上に表示されているサムネイルをポチッとそしてスマホのウェブブラウザーでご覧の方はこの動画の下の説明欄に関連動画へのリンクがあります是非ご覧ください